写真拡大。ヤクルト 8-7 広島15日マツダスタジアム。昨年まで広島でプレーしたブラッド・エルドレッド氏の引退セレモニーが15日ヤクルト戦後に行われた。セレモニーはエルドレッド氏の広島での7年間が VTR で流れ、挨拶を行った。2人の通訳への感謝から始まった挨拶はチームメイトや球団関係者、裏方、家族、そして広島のファンに対して感謝の言葉を並べた。エルドレッド氏は世界一のファンの前でプレーできたことはかけがえのない財産と試合に敗れても席を立たなかったファンに頭を下げた。家族に対しては野球を教えてくれた両親、一緒に世界中を旅して夢を追いかけてくれた妻の子供たちのおかげ、歴代の監督やコーチにはいつも勇気づけてくれてモチベーションを与えてくれた、兄弟と称したチームメイトにはチームの輪の中に入れてくれた、みんなと一緒に3連覇できたのは誇りと、それぞれへの思いを綴った。挨拶の後には鈴木誠也外野手から花束を受け取った。エルドレッド氏と対面して涙を見せた鈴木は、そりゃ感動しますよと報道陣の問いに答え、渡す前から泣いていた。いろいろありすぎて勝手に涙が出てきたと照れくさそうに話した。試合では松山竜平外野手が打席に入る際の登場曲で現役時代のエルドレッド氏の曲を使った。2安打2打点と活躍し、いい姿を見せられたという松山は、カンちゃん、ビッグカントリーの愛称からのために打つと話していた。負けたけど最後まで諦めずに戦えたのもカンちゃんの力があったのかもしれないと感慨深そうに話した。最後に場内一周でファンに別れを告げたエルドレッド氏は、マウンドで関係者と記念撮影をした後、選手全員から胴上げされた。チーム歴代外国人最長の在籍年数を更新し、記録にも記憶にも残る助っ人は、挨拶の最後にありがとうございますと日本語で感謝の気持ちを表した。大久保康信、康信大久保。